台湾は初めてですか？いや、三回目。三回目。じゃあ台湾のなんか食べ物が何が大好きですか？いっぱいあるんですけど、うん、やっぱりエビですね。<laughs> エビ入ってる料理が。あエビが入ってる料理だって何でもいい。<laughs> <laughs> めっれ,れないです美味しいです。びっくりしたね。シンゾーが、シンゾーがよい。エビフライか台湾のエビフライエ,エビチャーハンあ、エビチャーハンか。ああ。大丈夫、他喜ン的是那ー虾仁炒ュワ <music> 得留言、シャーラン享ャー小ァン。 Hello，大家好！今天非常欢迎大家来到作家去下乡，因为非常开心，我们邀请到啊、呃、非常有名的女优 AV 女优来到我们现场。那这位就是我们的阿西娜·霍龙卡桑。你好，あってますかね？<laughs> 今 <laughs> ですかあの私、台湾語って聞いて習ってたんですけど <laughs> 先生間違えてた。<laughs> い,やいやいや、いや、ずじるずじる。じる本当ですみません。今天我们会用日は日本語で言うと、私は日本語で言う日本うと、日本語で言日本で言うと、日本語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 で言うと、日本人非常可と、日本語で言うと、日本語で言うと、日本語日本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  そうです。私百六十センチか百六十一センチ。<あ>日によって違います。あ、でも顔も小さい。そうなんです。すっごく可愛いです。<laughs> ありがとうございます。よく言われます。いやいやいやじゃあまずなんかあの台湾の皆さんに何か自己紹介してくださいませんか。はい、日本語でですか。あ、日本語。あ、情報情報でもいいよ。香港語になっちゃうんでやめてきます。<laughs> <laughs> 日本語で日本語でいいです。はい、セクシー女優の芦名ほのかです。はじめまして台湾の皆さん。 今日はよろしくお願いいたします。いや、ありがとうございます。あ,まあ、ま普通はここまでですか。なんか普通はなんかスリーサイズとか体調とかせい。え、レジそこまで聞。あ、まあ。いってもいいですかって。いいですけど。<laughs> <laughs> ちょっと、ちょっとてよね。<laughs> これは別に、はい。はい、じゃ。 スリーサイズ言わせていただきますね上から、えっと、夢のジーカップで、えっと、トップが92ウ<っ>エストが、ま、58だったり59だったり57だったり、ま、調子によりますで <laughs> このヒップ9 2ンチです。ミニフジコって呼んでくださいルパンの多分、まあ、あな字幕 まあ見てまあわかります。<laughs> じゃあね、ちょっとなんかいくいくつの質問がありますけど、はい、な女優になる前になんか他の仕事をされたことがありますか。あ、あのアルバイトはめちゃくちゃ、私は結構他の子よりはあの経験がすごい多い方だとあそう思います。どんなアルバイトですか。もうレジ打ちから。 段ボールめちゃくちゃ重いのこう仕分けるとかまであそ,あそんな体力を <laughs> 結構あの力あるんですえ<ー><う>見えないですね意外と頑張れます意外となんか力がありますかそうなんですよあ,のあと声量もすごく大きくてよく怒られますお店とかであそっか <laughs> <ー>そうなんですあと態度もでかいです ああ、そうそう。はい、<laughs> じゃあね、ちょっと何か、うん、好奇心が持ってますね。この教科に入るきっかけはなんでしたっけ。きっかけは、もともと、私があの、ピークが人生でもう七十キロあったので。七十キロ。そうなんですよ。私、今がこ、こ三人いるぐらい。なん、なん、なん、で、失恋れん。いえいえ。 <laughs> ストレスでやっぱちょっと食べ過ぎちゃって、うん、美味しくて <laughs> <laughs> なのでちょっとバクバク食べてたらそっちゃったのででももともと美容は好きなのでやっぱもっとお化粧を生かしたいとかお洋服着たいとか、うん、若い女の子ってやっぱいろいろ楽しみたいじゃないですかそうですねだったら まずはダイエットでしょって、うん、でもやっぱり難しかったんです、うん、そんな簡単なもんじゃないじゃないですかダイエットってだからこれとあのこの業界に入ると何の関係がありますか <laughs> いいことおっしちゃいましたあ <laughs> えっともっとこう世界中に自分の裸をもう晒すわけじゃないですか AV ってはいもうそんな 追い込むことないじゃないですかダイエットに、ビ、uh huh. <laughs> 美容に、<Yeah. S 1> だからあこれ以上に自分を追い込んで綺麗にならなきゃって思うことないなと思って、uh huh. なので A.B.Z. になろうと思って選びました。<笑><笑>あ,あれはなんかあ原動力？はい、だからあのあの段階にダイエットしたか？ <あ>何,ヶ月何ヶ月間ぐらいになんか何キロに減,まへ減りました50キロまでは落とせたんですよ70から70から50まではい20キロにキロそうなんです平均まではあの平女の子の1 6 0ンチでいけたんですけど、うんはい、やっぱりそこからの壁ってでかいんですよねうんこれ女の子分かってくれると思うんですけど、はい、ここからまた この5キロとか、6キロ、7キロ、どんだけ大変かわかりますかうん、うんわかりましたその壁を越えたいなとか、もっとこう綺麗雰囲気とか、ああ女性として素敵にもっとなりたいなと思って <Yeah. S 1> こんなプロフェッショナルなお仕事はないなと思って、えーうん、飛び込みました 誰ににも言わずにじゃあ今は何キロ今は一番減らした時はあの42まで落としたんですけど、えー、やっぱその業界的にあのもうカリカリになっちゃうじゃないですかああなのでちょっと増やしてうん、うん、今まあ40もう胎児測ってないんですけどそもそももう、うん、46から8行き来とか,じゃなか、ね、あれも細いですねでも見た目とかでも、うん 今は。細い。なんだろう、<い>ダイエットとか。あ、もう気をつけようとか、そんな感じです。体重計に乗るのはやめました。あー、はあ。はわかりました。えー、え。え。え。<laughs> で<も>奇妙え。奇妙な原因で,ですね。でも、本題、皆さん、こう、今の私しか、こう。見えてないか、あんまり、ちょっと伝わらないんですけど。うん。もう業界に入ってからは。すごい。 色い体にならせていただけたのです、うん、すごい感謝してまわかりましたじゃあでもこの自信の選択が良かったと思いますかこの業界に入ると。まあだからってあの、うん、進めてるわけそんな <laughs> じゃないんですけど自分で決めたことなので、うんはい、でも、まあ、これに入るぞって自分で決めてなかったらこう今はないなっていうのは。 すごく思います。ああ、そその因果関係はそういう。はい。あまあわかりました。じゃでもえっ、ー、とほのかちゃんは負担すぎなことは何ですか。さっきはなんかちょっと話したんけど、はいはい、趣味は？趣味は自分です。え何？<laughs> え <laughs> 自分です。趣味は自分です。はい、えー。趣味は自分ですってなんか。 高みをか見て、自分がどこ,どこが好きって言ったうそんなそうう単純な話じゃなくて自分の中身 <laughs> 違いますじゃあ自分の何が好きっていうかもう自分のことが好きなんでやっぱ自分の好きなことしかしたくないじゃないですか。うんだから自分がしたくないなってことはやっぱしたくないのでしたくないことをしないっていう。 のに尽きるっていう哲学ですかみたいな。ええー、お普段はこんな。相対しか合わない。普段はこんな話し方ですか。あもうこ,こんなこんな感じです深い人生のなんか通りをそうです。へえー、全然見えてないね。じゃあ特別な趣味やスポーツなどはやってますか。あスポーツは。 もともと私はめちゃくちゃ運動神経が生まれつきよくてむちゃくちゃかけっこが走るのが速かったんですけどちょっと運動部には入らなくてもう <laughs> あのちょっとぐれちゃったんですよね。 だから今何もやってないですか。あ、そうなんです。でもバドミントンは得意。あ、バドミントンか。はい。<laughs> <laughs> ジムとかは通ってます。じゃあ今はもう今この業界に入った。はい。じゃあこの業界で有名になるためになんかほのかさんはなあの強みはどこにあると思いますか。あの神経のずぶっとさ。え、そう。それのみです。 何のみ神経の何神経のずぶとさんがや、やっぱ私の軸です。神経のずぶとさはい。ああ、そんな簡単な一言ですか,かその以外はないですかいろんな意味が含まれてるんで。折れない心。あ、折れない心。深いね、この女の子は。<laughs> <laughs> そうですか普通の女の子じゃ一般的じゃないねそうなんですそう,そうですかじゃ好きなタイプは好きな男のタイプはど,どんなタイプですかあ無人島で絶対に生きていけるような男の人がいいです無人島じゃ生きていけない男の人は無理ですねうん <laughs> じゃあね他の質問ね、じゃあこの業界に入ってから恋に対する見方、なんか変わったことがありますか変わかどうかそうそですね、うん、結構、真面目なんで、うん、もう入ってからはもうかわいそうじゃないですか、お相手にが。うんやっぱ大事な人じゃないですか、お付き合いするってなったら。はい その相手がかわいそうだと思いませんかこう自分普通に考えたら<ょ>一般的にそうですけどだからまあ恋やめちゃうまあ私がそもそもあんまり恋愛体質じゃないなさすぎるっていうのもあるんですけど自分が好きすぎてああそっか好き より私を好きな人を超え,超えてくる人がなかなかやっぱいないんですよね。えー、熱量が足りないで。でもこの業界に入る前にあの付き合ったこ人がいますかね。まあひ一人、ね。一人だけ？ちゃんとこう本当に自分自身しか愛してないね。なん,はい、なんで？うん。 <laughs> じゃああのあの,あの昔の,ふあの彼氏、はい、な何年ぐらい付き合ってぐらいまあ1年半とかですねでもこうビビッときたんですビ,ビビッときたこう直感みたいな感じですねあこの人は絶対にもう信頼できるわっていうもう確信がその人だけにこう芽生えたっていうああでも最後は何,何で別れちゃうの その方、まあ後から知ったんですけどその方がお犬様がずっと飼ってたお犬様が亡くなられてこう娘みたいに可愛がってたので、うん、もうショックで1年ぐらい結構うつになっちゃってたらしくてうつになっちゃった彼落ち込んずっと落ち込んでた,た。別れちゃってからそうです<彼> その連絡は取れ私は「あっ振られたんだ」ってなんとか頑張って切ったんですけどけどうん、うん、<laughs> 理由はそのお犬様が亡くなられて落ち込んでたっていう理由だったんだよねっていうのが、はい、AVJ ジしてる時にメールで帰ってきてああそうなんです。あ はあ、難しいねこれ <laughs> <laughs> けども私は直感でできてるんじゃあ <laughs> ちょっと、ね、台湾は初めてですか回 <laughs>、えー、回目3回目、はい、じゃあ台湾のファンと接触したことはありますか、えっと、日本の あのイベントに。あにわざわざ。あ、そっか、台湾から日本までわざわざ。足を運んできてくださって。えー、みんな。めちゃくちゃ嬉しかったです。あ、そうですか。じゃあ、今回は台湾まで来て、はい、あのこちらのファンに会いに来て。はい。あ、いいな。で。台湾のファンと日本のファンはどこが違いますか。あ、めちゃくちゃ違うなって思うのが。なんかもう、こう、あがめって。なんていうか。 すごい遠い人っていうテレビの人っていう感じであなんかあの,あのほのかちゃんに、ね、対して,台湾の方てそんな感じってすごいなんかこう距離がすごい遠い感じがアイドルみたい何か雲の上の人もっとこう全然うフレンドリーに来てくれて<ん>いいのになって、うん、距離が遠いなって心の。 思いますあでもか彼らはあのちょっと怖いわか,かんないですっていったらダメなのかなって思っちゃうんですかねやっぱあすごく好きだから、うん、なんかすごいそういうイメージがあ,ーあ,ありましああそうですねだからすごい謙虚だなってだから台湾のファンになんか まあどん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 来てくださいって言ってあだからってその触,ああそう触ってこいって言ってるわけじゃないんですもちろんもちろんもっとこう心開いて気軽に照れ,照れないで、うんうん、ちょっとなんかちょっと一緒にさ撮影してとか、うん、もっとタメ口でとかあ<ー>全然敬語じゃなくてじゃあ台湾のなんか食べ物がど何が大好きですかいいっぱいあるんですけど、うん うん最近はまってるのは最近はまってる <laughs> <laughs> 今,日今日は来たばかりじゃん <laughs> 最近はまってる <laughs> なんか詰めて来てたんでああ連泊するんですよいつも結構長めにうん、ま、4泊4泊とかでいるんでもう全部違うので制覇したいんですね私は違うご飯を楽しんで帰りたいんで。 やっぱりエビですね。エビ入ってる料理が。エビか。入ってる料理だと何でもいい。これはネタン。外れないです。美味しいです。今日も。エビの、あの、水餃子。餃子あ、エビの水餃子。めちゃくちゃ美味しかったです。あ、そうですか。びっくりしたね。ドロップ エビピラフも美味しかったです。エビ,エビフライか台湾のエビフライ。エ,エビチャーハンあ、エビチャーハンかはい。ああ。家だ、おいしかった。ただ、おいしかった。エビ料理は料理、めちゃめちゃ好きで。エビ料理ですかいいですね。じゃあ、まあ、台,台湾に対して印象は何ですかめちゃくちゃ人が良すぎるなって。 人が優しくめちゃくちゃ優しいって私結構あのいろんな人と知らない人と言葉も通じないのに喋っちゃう癖があるんですけどめちゃめちゃこうく親切に優しくしてくださるんで、うん、あめちゃくちゃいい国だなまた来たいなってもう毎回思ってました。 そうですか。はい、では、三回目ですから、なんかなんとか台湾語が喋れますか？<laughs> だけど、香港語なので。<laughs> いやいや,いやその以外。おかしいなって思ってたんですよ。もう一回もう一回言ってください。リーハーって。リーハー。あ、今は台湾語。台湾語。ラカホー。あ、中国語じゃないね、台湾語。あ、台湾語ですか？台湾、中国語じゃない。不是中文，台语。<laughs> あでもすごいすごいね。なんか噛み合わなかったんで、うん、何もかもが、も<ー>え使うのやめようと思って、<laughs> ずっと日本語使ってました今日。あそうですか。はいはいまあ、じゃあ最後なんか台湾の皆さんに一言に言ってください。すごい意味のわからないやつなんですけど、<laughs> あの作品はめちゃくちゃエロいんで、あの絶対に ちょっと見て私にハマってほしいなって <laughs> 結構ギャップのある女ですハマってくださいよろしくお願いしますアシナホノカですおめでたいアシナホノカさんのこの訪問、好、那记得订阅上面 TV 作家一起下乡、谢谢。